ルデア中が活気づいてきたね。恒例のバレンタインが目の前だからかな。マスターちゃんも妙に落ち着かないし、マスター君も妙に落ち着かないし、チョコたくさんもらえるといいね。イベントは派手な方がいいからさ。ん？他のサーバントの話じゃなくて、私からのチョコはないのかい？だって？ははん、二代目とはいえ、万能の天才ダヴィンチちゃんのチョコが欲しいと。いいの？実物大オーニソプターチョコとか、バステニャンチョコとか作っちゃうよ。どんなチョコでも食べきる自信はあるかな？ある！それなら OK！ じゃあ明日、10時になったら私の工房に。どんなものになるか私にも未知数だけど、楽しいチョコを用意するとも。おっと、まだ9時半なのに気が早い。でも、こんなこともあろうかと、準備は万全さ。お客様、そこのテーブルにお座りください。ティータイムの用意はできておりまーす。じゃーん！せっかくだから、メイド服に着替えてみましたー。かわいい？キュート？ふふふふ、よしてくれたまえ。そんな当たり前に嬉しい感想を顔いっぱいに浮かべるのは。そして、銀のトレイから取り出したる特製チョコレートは、こちらになりまーす。うん、いろいろ考えたんだけど、この形に落ち着いちゃって。前人未到は大好きだけど、今回は奇抜さより真心だからね。食べてくれる人が一番嬉しいだろうなってものを考えてたら、こうなっちゃった。ああ、手料理も楽しいものだね。今までにない新鮮な時間だった。普段1秒を10秒ぐらいに体感している私が、10秒を1秒ぐらいに感じたほどに。うん、まあそれくらい集中していたってことさ。できる限りの気持ちを込めたつもりだ。いつでもカルデアで会えるのに、わざわざ私と契約してくれた君のために。いつまでも残しておくとか、とんでもない。すぐに食べて食べて。感謝賛美大絶賛、随時受け付けております。口元にクリームがついてるよ。ほら、もう。それと、さすがに一度に食べ過ぎだよ。夢中になってくれるのは嬉しいけど、過度の糖分摂取は体に悪い。ほら、ちょうど半分残ってるでしょ。持ち帰ってマシと2人で食べるといい。マスター君からの感想はたくさんもらったからね。それこそ胸いっぱいさ。マスターちゃんからの感想はたくさんもらったからね。それこそ胸いっぱいさ。だから次はマシュにもご馳走してあげてくれたまえ。感想が増えるのは芸術家としても嬉しいしね。また来年、幸せな時間をみんなと一緒に。